はい、本日は封筒を用意してあります。早速なんですけど、ちょっと中を見てみたいと思います。はい、卒業アルバム、卒業アルバムが出てきました。何の卒業アルバムなのかと思う方いらっしゃるかと思うんですけど、これ卒業アルバムじゃないんですよ。見てください、これカタログなんですよね。 BMW ザ X7 最新型の SUV、すごくないですか。これ一冊何円くらいするんでしょうか。ちょっと中見ていきますね。すごいかっこいい。これ最初に行ったお店 BMW ではカタログなくて2店舗回ったんですよ。すごいですよね、このクオリティ。ものすごいアートですよね、アート作品。バーッと見ていきますけど、もう説明とかはもうほとんど書いてないです。もうまさにアート作品。いやー、もうこういうことなんですね、高級車っていうのは。いや、僕は絶対買えないですけど、カタログはタダでもらえるんで。で、見積もりも実はもらってきました。あ、ここら辺からだんだん性能の話になってくるんですね。もう最初の半分はもうアート作品、もうイメージだけですね、ほぼ。で、まあ説明があって、もうとんでもないラグジュアリー感だよと言ってますね。わ、すごい。ここだけもう、このボディカラーのところだけ印刷面が出っ張ってる、特殊印刷だ。この色を表現するためにまだ日本には1台も入ってないみたいなんで、 X7 それぞれ車体区画がスタンダードで1070万円、ピュアエレガンス1197万円、そして M スポーツが1233万円ということになってます。ディーラーに実車が入った際にはぜひ見に行きたいなと思ってます。もう見に行った時のエピソードなんですけど、いや、もうすごかったですよ、プレッシャーが。まあお店に行って、すぐにもうお店から女性の方が出てきて誘導してくれて、でその際に男性の方もすぐにパッと来て、営業の方ですね。本日はどの車見に来られたんですかっていうお話をされたんで、いや、 X7 のカタログありますかということを僕が申し上げまして、ありますよと。あるんですかと。実は別の店舗回ったんですけど、なくて、いただけないですかと。もちろんでございますと。ということでですね、このカタログがもらえればよかったんですけど、なんですけど、まず席を通されまして、まあ営業の方と、まあ、対面状態、圧がすごかった。いや、僕もう全然買えないんですけどっていうお話は知ったんですけど、すごいですよ、プレッシャーが。もう汗出てきました、その時は。なんだこのプレッシャーはと。いやー、さすが高級ディーラーで、見積もりももらってます、一応もらいました。あ、そうそう、その前にまたグレードの話になるんですけど、スタンダード、これ買う人ほとんどいないみたいですね。もう皆さんやはり最上級の M スポーツでフル装備、もしくはピュアエレガンス、まあ、これが売れ筋だと。ディーラーで今発注してるのがもう M スポーツが数台で、ピュアエレガンスも数台ってことらしいんですよ。で、スタンダードを頼むんであれば新しく発注し直すしかないような状態、もう売れ筋ですね、これが。で、特に M スポーツが売れていると。これが見積もりになります。じゃがじゃん、サカサカ、見てください、この金額を。ピュアエレガンスの見積もりを取ったんですよ。ディーラーの方で発注をかけてる商品で、オプションなんかもバーッと入ってます。ほとんどセットみたいなもんですね。日本車買うときはオプションを外して社外品で揃えたりとかできるんですけど、もう高級車になるともうそういう考えないですよね。もう全部 BMW が好きだったらもう BMW で全部しっかり揃える。もうそもそも社外品もないんですけど、こんな感じなんですよ。で、この延長保証、これもう日本車だったらもう絶対入らないですよ。この新車延長保証2年だとか、この3プラス2年延長 BSI、 こういう延長保証、外車であれば必須。日本車は本当に壊れないんですけど、外車は高級車であっても不具合があるケースがすごい多い。まあ、これはディーラーの方が言ったことではなくて、まあ、僕が個人的に調べたり外車乗ってる友達に聞いた話なんですけど、14万3000円の延長保証と26万9000円の延長保証、内容は具体的に聞いてないんですけども、こういう保証はもう全部入っておくということですね。で、乗り出し価格が1300飛んで29,020円、1302万円です。で、実はじゃがじゃん、ベンツの見積もりも実は言ってます。まあ、これはまた後日
配信させていただければと思いますけど、ベンツより BMW の方がプレッシャーすごかったですね。僕の行ったディーラーは、なんて言うんだろうな、 BMW は外から見ると入りやすいんですよね。なんか根拠はないんですけど、僕が行った時はもうそのディーラーは2社行ったんですけど、両方とも外からは入りやすい、でも中に入るとものすごいオーラなんですよ。もう目に見えないオーラがもうビリ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 してて、まあ僕のような貧乏人はもうビビっちゃうわけですよ。お前何 BM ベンツ行ってんだって話になるとは思うんですけど、でそれからですね、まあベンツは外からのオーラがすごいですよね。入るまでは厳しい、入るのが厳しいんですけど、一回入ってしまうと、僕の行ったベンツはすごいフレンドリーで、二つほどディーラー回ったんですけど、個人的にはベンツの方が汗の量は少なかったですね。何の説明もできないんですけど、もう最高級の SUV X7 の見積もりに行ってきたと。ちなみに値引きなんですよ、値引き。まだ日本には1台もないらしいんですけど、 X7、 まあ今輸送中らしいですよ。値引き額一体いくらかと言いますと、でじゃん、0円です。はい、0円です。値引き額0円、まあ、値引きしちゃうといろいろ問題があるみたいなんで、やっぱり値引きなしでもう買われてるお客さんがすでに数人いらっしゃるということで、やはりお客さんにも申し訳が立たないだとか、なんか BMW は以前は結構値引きしてたみたいなんですけど、それをやりすぎちゃって中古車の価格とかがだいぶ落ちちゃって大変なことになったらしいんですよ。それはあのベンツのディーラーさんが言ってたことなんですけど、 BMW 今は値引き渋いと。 X7 最新の SUV ですから、まあ値引きは今のところ0円です。まあ、今後どうなるかですよね。なぜ1300万円ですからね。ベンツのゲレンデの G クラス、これも正直同じぐらいの値段ですし、もうめっちゃ人気ですよね。それからあとは GLE とか、これもまだないですね。まだ日本にはないです。まだカタログだけ、これもカタログがなくて回ったんですよ、ベンツ GLE のカタログ。これもまた今度お見せできればと思うんですけど、こういうベンツの競合車とかランドクルーザーのレンジローバーとかと競合していく車ですね。 BMW の X7 はどうやら社内的には競合車をレンジローバーボーグに設定してるみたいですね。レンジローバーボーグに、いやなんか社内資料をなぜか見せてくれて、なんかそこにライバル車種のところはレンジローバーボーグになってましたんで、まあそういうことらしいですよ。ということで今回はここまでになりますね。車のことは何もわからない、特に高級車についてはほぼ何もわからない素人なので、まあ今回はとりあえず X7 見積もりに来ましたよというご報告です。でこんなにも一見卒業アルバムかと思うようなこのカタログ、 GLE とか G クラスでさえこういうタイプのカタログなんですけど、もう X7 はもうこれですよ。レベルが、カタログのレベルがもうこれ初めて見ました、こんなすごいカタログ。はい、ということでですね、もうとにかくすごいプレッシャーだったので、もうしばらく高級車はお休みかなとも思うんですけど、またあの勉強のために外車周りじゃないですけど、需要があればですけどね。ただ僕の精神が壊れる可能性があるんで、もう帰宅時なんかほぼ仮眠状態みたいな感じになってましたから、はい、まあ、そんなこんなで今回はここまでとなります。では。